チャオ、あちゃんです。今日ちょっとね、今日ちょっとって、9月の16日、ちょっとね、頑張って晩ご飯作っていきたいと思います。いろいろ頑張ります。はい。いうことで、お魚をね、あれします。お魚さばいたんでね、チヌとサメさばいたんで、それでちょっと晩ご飯作りたいと思います。はい、お湯がね、沸騰してきたらね、ちょっとね、このチヌをね、さっと湯引きます。さーっとね、指との間にね、もうあんまり指かんないんだけど、ちょっとこんなもんで、臭みさえ抜けたら OK なんでね。チヌはね、あちちちちち、あちなかった、冷なかった、ねな。とっさに熱いだけど、熱くなってびっくりしたわ、逆に。なんでアク取りでやってるんだ。はい、まあいいや。はい、これで OK。これをちょっとね、水で洗います。これもちょっとね、うろこる変化だけ確認して、まあ、ついてへんけどね、こんなとこで分からんからね、ちょっとぐらいもしか残ってないから、これをね、水に入れてみます。チヌの粗汁を取ります。一口大ぐらいにね、ちょっとちっちゃいな、切りましょう。お刺身もあるからね、お刺身タイやから多分喜んで食べると思うけど、タイチヌやから、後で使うんでね、後で違うものを使うんでね、塩を
で、置いておきます。ここにね、チヌ、チヌをね、それとサメ、これに塩を振ります。チヌに塩を振ります。ここハラミのところやからね、軟骨があるところ、うん、流させた。まあ振りすぎとね、しょっぱくなるね。よいしょ、これをね、焼きます。塩焼きします。塩は美味しいな、だしを入れて。これからかな、ね。
約10分ぐらい煮込みます。ちょっと置いときましょう。中火で置いときます。で、その間に、刺身引きましょう。まず、チヌ、ここちょっと指定させて、綺麗に引けたいんだけど、こういう感じで、これからの上に締めて、ペーパーがボロボロになった。ペーパーラスト1枚でくっついたところすごく使ったら、ペーパーちょっと待ってね。春がすごいなっちね、やっぱり。アクを取ったところに青山すごい見てる、ね、美味しそうやぞ。よし、これで他引けへん。自分のこの髪に絡みながらね、よいしょ、お花にして、始まりが分からないな、このきしめ。ここ
これ使いにくい破れるなんという歌のキッチンペーパーだ。サーモンかけて、サーモンね、ちょっとね、白系の刺身ばっかりなんでしょ、うん、チヌとサメやと、だからね、サーモン買ったの、うん、そこでもサーモン好きやしね、だから、うん、サーモン喜ぶかなと思って、魚臭いとか言ってもサーモンは喜んでやってるからね、行こうかな。サーモンはどこ行こうかな、どこ行こうか、おお結構贅沢切り、これサメ、サメどうしようかな、ここで切って切れてない、サメの湯引きをチヌのあら汁で湯引きをします。
嫌なことやけど。さあどうでしょうか。うん、いい感じ。ちょっとけるけどね。冷めないといけないね。悲しい。じゃあ炭とか言ったけど食べてみます。いや、食べてもいける。もう美味しいぞこれ。お刺身よりいけるかもわからん。スナッチはね、アホのように凍ってくるからね。コード買うから。よいしょ。これでお刺身完成です。取り焼きます。軽く油を引いて、鶏を焼きます。
あれこっちや。で、ここにね。出します。蒸らしておきます。はい、3時に焼けましたということでね、すぐにくっついてるはずなんで、これを巻くからきっちりとできたほうがいいんでね、これを巻く、ここに、おー、よし、これは美味しいよ。はい、油がすごいな。油ちょっと落としとこう。よいしょ。よいしょ。うん、完璧。食べましょう。